金沢競馬、12レース、100万獄賞、2100です。能力偏差値ですが、A ランク1等、B ランク2等、C ランク1等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。 3走前、4走前、5走前に黄色線を上回っています。特に前走は黄色線を15上回る優秀な指数をマークしています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は2100メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、1走前はピンク色の着順が1着で、 紫の丸が2000、昨年の6月はピンク色の着順が1着で2100、2100は適距離です。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が1頭います。先行タイプがロットをいます。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。 客室による有利不利は少なそうです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は花を切っての競馬です昨年の6月は花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は60で2位です上がり指数は42で4位です まずまずの先行力で逃げられそうです。展開面は若干のプラス評価をしていいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線。金層は馬体重が減少すると指数を上げています。明日も馬体が絞られていればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。8枠11番トランスナショナルです。能力偏差値は2位で。 偏差値ランクは B ランクとなります。金五層では二層前、四層前に黄色線を上回っています。能力的には二番手グループの一角で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、二層前は紫の丸が1700。昨年の12月は紫の丸が1800。1800が適距離ですが、一層前の紫の丸 2000への距離延長では指数を下げています2100は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は5番手からの競馬です昨年の12月は4番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は61でトップです上がり指数は50でトップです 高い先行力と上がり指数でちょい差しが効くと思われます展開面はプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定黒三角を打っています6枠8番ソーラーフレアです能力偏差値は3位で偏差値ランクは B ランクとなります金5層では3走前5走前に黄色線を上回っています特に3走前は 黄色線を13上回る優秀な指数をマークしています能力的には2番手グループの一角で連帯資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3走前は紫の丸が1900昨年の10月は紫の丸が1400 1900が適距離ですが過去1年1900以上の出走履歴がありません 2100への距離延長適正は不明でリスクです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3走前は9番手からの競馬です昨年の10月は5番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は47で3位です上がり指数は49で2位ですまずまずの上がり指数で差し足を見せられそうです 展開面は若干のプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定白三角を打っています7枠10番ガムランです能力偏差値は4位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では2層前3層前に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます 指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は紫の丸が1500昨年の10月は紫の丸が15001500が適距離ですが1走前の紫の丸1700への距離延長では指数を下げています2100は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は3番手からの競馬です 昨年の10月は3番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は40で4位です。上がり指数は47で3位です。平凡な先行力で好位につけられないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。馬場が渋ると指数を上げています。 明日も、馬場が渋れば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。5枠6番、サンデイファイトです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には劣ります。三着候補までで良いと思います。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 二層前は紫の丸が1500昨年の6月は紫の丸が20002000 2000が適距離ですが過去1年2000以上の出走履歴がありません2100への距離延長適正は不明でリスクです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は7番手からの競馬です昨年の6月は9番手からの競馬です 中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は2 1で11位です。上がり指数は41で7位です。上がり指数は評価できません。差せないリスクがあります。展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定20丸を打った7番の対戦成績は11番に対し1勝0敗。 8番に対し1勝0敗6番に対し2勝0敗と勝ち越しています7番の対戦成績は高評価できます暫定丸を打った11番の対戦成績は7番に対し0勝1敗10番に対し0勝1敗と負け越しています11番の対戦成績にはリスクがあります暫定黒三角を打った8番の対戦成績は7番に対し0勝1敗 10番に対し0勝1敗と負け越しています。8番の対戦成績にはリスクがあります。暫定白三角を打った10番の対戦成績は11番に対し1勝0敗。8番に対し1勝0敗。6番に対し2勝0敗と勝ち越しています。10番の対戦成績は高評価できます。暫定×を打った6番の対戦成績は7番に対し0勝2敗。 11番に対し0勝2敗10番に対し0勝2敗と負け越しています6番の対戦成績にはリスクがあります以上の適正分析を考慮しました最終の予想印です本命20丸を打ったのは7番白山アマゾネスです能力偏差値はトップの A ランクです距離と展開とレース感覚と対戦成績を高評価しました 対抗丸を打ったのは11番トランスナショナルです。能力偏差値は2位の B ランクです。距離と対戦成績にリスクはあります。展開とレース感覚を高評価しました。黒三角を打ったのは8番ソーラーフレアです。能力偏差値は3位の B ランクです。距離と対戦成績にリスクはあります。展開を高評価しました。白三角を打ったのは 10番ガムランです能力偏差値は4位の C ランクです距離にリスクはありますレース感覚と対戦成績を高評価しました×バツを打ったのは6番サンデイファイトです能力偏差値は5位の D ランクです距離と展開と対戦成績にリスクはあります以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました 指数グラフに加え、新聞コメントや状況などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。